皆さんこんにちは、カールです。今日はリリアン4 Mac をホストシミュレーターとして使ってみましょう。最初に設定変更します。メニューバーから Preferences を押します。IP アドレスとポート番号を設定します。Send Select Request on Connect 設定にチェックを入れます。これによって Lilian for Mac は接続されたらすぐにセレクト要求メッセージを送信します。事前に用意されたホストメッセージセットのディレクトリを選択します。画面右上からコネクトボタンを押します。SHF13 S2F41PP セレクト、そして S2F41 スタートメッセージをダブルクリックします。装置によっては追加のパラメータが必要になるかもしれません。ホストメッセージセットのディレクトリに行き、 S2F41PP セレクトをコピーします。ペーストして分かりやすい名前に変更します。PPID を ABC に変更します。セクションをコピーします。ペーストします。パラメータ名をスロットにリネームします。コメントも修正します。そしてスロット情報を指定します。今回はスロット123を選びます。メッセージセットのディレクトリを変更し、再度ホストディレクトリを選択します。たった今作った新しい S2F41PP セレクトメッセージが見えます。ダブルクリックします。変更された PP セレクトが送信されました。以上です。ではまた次回。